カラウシウスはブリタンニアでローマ皇帝を名乗った人物である。カラウシウスはメナピ族の貧しい家庭に生まれたとされる。彼はローマ帝国の軍人として身を起こしマクシミアヌスに仕えてガリアのバガウラへを鎮圧しマクシミアヌスに大きな軍事的成功をもたらした。また285年にはマクシミアヌスよりブリタンニア、アルモリカおよび 北方艦隊の指揮権を与えられ、この地域からフランク人やサクソン人の海賊を取り除くことに成功している。しかしマクシミアヌスは彼のあまりにも花々しい戦果に疑念を抱き、彼を逮捕して処刑するよう秘密の命令を出した。この陰謀を放されたカラウシウスは、それまで彼と共に戦ってきた軍隊に守られて、ブリタンニアへ逃亡し、八十六年に軍によって、 ローマ皇帝として宣言された。カラウシウスを認めた、ブリタンニアの軍団は、完全に彼の支配下に置かれ、また同様に彼の活躍を知るガリア北部の沿岸地帯も大部分がカラウシウスに加担した。彼はロンディニウムで彼自身の貨幣を発行した。マクシミアノスは289年に艦隊を組織して、ブリタンニアにカラウシウスを攻めたが、 艦隊のほとんどを失う大敗を喫し、かえってカラウシウスの性暴は高まることになった。291年までには、ブローニュからルーアンに至る広大な領域がカラウシウスの支配下に加わっている。苦境に立たされたマクシミアヌスは、カラウシウスを皇帝であると承認せざるを得なくなったとされ、カラウシウスは九十二年頃には三皇帝が一列に並んだや、カラウシウスと、 彼の兄弟たちと刻印された貨幣を作成させている。しかし、和平の試みは早々に破綻したとみられ、293年には再びカラウシウス単独の貨幣が大量に発行されるようになった。彼は依然としてブリタンニアで相当の支配を維持していたが、293年の末に彼の財務長官であったアレクトスの裏切りによって殺害された。 カラウシウスの死後は、アレクトゥスが皇帝を名乗って、ブリタンニアを支配した。ありがとうございます。